かつて古より多くの昔話や稲荷信仰に例えられるように、狐は古くから人に近しくもとても神秘的な動物だった。そんな超自然の力を持つ狐に守護された若き武士が、激動の乱世を生き抜いてゆく不思議な物語。岡本喜道を作、狐武者。第一章、太平記第11の巻にこういう記事がある。衆生を未だ船の上にござありしとき、小児入道妙慶、大友入道愚観、菊池入道寂和、三人同心して味方に参るべきよしを申し入れける間、すなわち臨死に錦の御旗を添えてぞ下されける。その企て、彼ら三人が心中に比して、いまだ色に出さずといえども、さすがに隠れなかりければ、このこと、やがて九州の短大、北条秀時が方へ聞こえければ、秀時、彼らが野心の実費をよくよく伺い見んために、まず菊池入道寂和を博多へぞ呼びける。菊池、この使いに気もついて、これはいかさまかの陰謀露見して我らを討たんためにぞ呼びたもうらん。さらにおいては、人に先をせられては可能まじ。今宵より遮って博多へ押し寄せて、敵面に勝負を決せんと思いければ、かねての役宅に任せて、将に大友が方へ触れ使わしけるところに、大友天下の楽居未だいかなるべしとも見定めざりければ、分明の返事に及ばず、将にはまたその頃京都の合戦に六波羅、毎度勝ちに乗るよし聞こえければ、己が戸賀を補わんとや思いけん、日頃の役を返じて菊池が使い、八幡八代を胸安を打って、その首を短大の方へぞいだしたりける。その時のことである。詳しく言えば、元寇三年三月の初めの夕暮れに、馬上の侍二騎と家地の者五人が筑後川のほとりに差し掛かった。彼らは肥後の菊池から太宰府の小児の館へ出向いてゆく死者の一行であった。交通不便のこの時代に、菊池が本城としている肥後の国菊池郡の歪府から筑前の太宰府まで行き着くには、その間に筑後の国が横たわっていて、まっすぐにその一国を突き抜けて通らなければならないのであるから、その道中は容易でない。その筑後の国に入り込んで、彼らは急ぎに急いで、二日目の夕方、ようやくこの川端までたどり着いたのであった。騎馬の侍は、かの八幡八代を宗安と牧小次郎を重春の二人で、八代は三十五六歳、小次郎はまだ十八の若者であった。大河を前に控えて、一行はしばらくそこに休息している間に、小次郎は大きい恥の木の陰に八代を招いて囁いた。八代殿、この川を渡らせられるか。八代は不思議そうな目をして小次郎の顔をじっと見た。渡るも渡らないも問題ではない。この川を渡らなければ、太宰府への使いの役目は果たされないのである。
彼はすぐに答えた。もちろんのことじゃ。それが何とした。しかしそれがしの考えまするには、と小次郎はやや躊躇しながら言った。こたびのお使い、どうも守備良さそうには思われませぬが。それはわからぬ、と八郎はうなずいた。この頃の人心、まして将にはその日その日の風向きで心の変わるやつ、味方にとってあまりに頼もしいとは思われぬが、ともかく領分は広い、人数もたくさんに持っている彼を敵にしては何かに難儀じゃ。どうでもこのお使いを守備を相務めて彼を味方に頼まねばならぬ。何を言うにも今は大事の時節じゃで。その大事の時節なればこそなおなお心もとのを存じられます、と小次郎は考えるように言った。いかがでござりましょう。いっそこれから引っ返しては。これから引っ返して何とする。太宰府へは行かずに戻るというのか。過ちのないうちに戻った方が我々のため、第一には殿のおためではござりますまいか。かようなことを申すもいかがと、実はただいままで差し控えておりましたが、この川を渡らぬ前に一度お耳に入れておきたいと存じまして、と小次郎は思い入ったように言い出した。昨夜それがしは夢を見ました。夢を見た。それはどのような夢であったな。昨夜の夢はそれがしの母が現れて、この度のお使いは今日じゃ、油断したら命も危うい、早々に戻れとのことでござりました。いや、こう申したら武士たる者が宝物無限の夢を信じてとのお笑いもござろうが、それがしの母はかねてそれがしの父に申し残して、我が子の気球の時には必ず救うてやるとのことでござりました。昨夜の夢はきっとそれであろうと存じられます。ふーん、と八郎は首をかしげた。して、おみの母というのは、もうこの世にはおらぬのか。はい、と小次郎は少しく声を曇らせた。八郎はしばらく黙って考えていた。彼もこの時代の人間であるから、一途にこの夢話を笑おうとはしなかった。とは言っても、所詮は夢である。大事のお使いを受けたまわって出てきながら、年の若い小次郎の夢話に動かされて、途中から虚しく引き返すなどということができるわけのものでない。彼はやがて笑いながら言った。おみの意見も一応もっともじゃが、くどくも言う通り、これは大事のお使いじゃ。なるとならぬとは、時の運として、ともかく太宰府までは行かねばならぬ。我らは武士じゃ。今日を恐れていては、戦場へは出られまい。命を惜しんでいては、武家の奉公はならぬ。さあ、日の暮れぬ間に、早う渡ろう。彼は、腰にしている竹の鞭を取って歩き出すと、小次郎は追いすがってまた言った。では、どうでも渡られますか。おみが何と言うてもこのままでは戻られぬ。それとも、おみはこれから戻るか。いや、おみが押し切って行かるるというに、それがし一人が後へ戻ろうはずはござりませぬ。おとも申します。一緒に行くか、川を渡るか。二人は連れ立って元の川端へ帰ると、水の上はもう薄暗くなっていた。八郎は家来に言いつけて渡し船を探させた。牧小次郎の夢は正夢であった。この一行が太宰府へ行き着いて小児の館を訪ねると、小児は熱く彼らをもてなした。八郎が使者の口上を述べ、合わせて主人の書状を差し出すと、小児はそれをも心よく承諾した。思いのほかに諸事が首尾よく運んだので、八郎らも
まずほっと安心して、譲渡の疲れと酒の酔いとで正体もなく寝入っているところを小児の家来どもが取り囲んで、いちいちにその寝首をかいてしまった。八郎と家来五人はこうして無残の最後を遂げたが、その中で小次郎一人は無事であった。八郎らが首を失った頃には、彼は敵の館から二里余りも遠く立ち退いていた。今までは他の人たちと同じ足並みで歩いていたが、彼は自分一人になるとにわかに足が速くなった。彼は一日に30里を走り続けて、肥後の菊池の城へ駆け戻った。第二章、牧小次郎は母に救われたのである。その母は何者であるか、それを説明しなければならない。岡本喜道を作、狐武者、その第一回、第二章途中まで、2021年7月7日。